マキタの40ポイントマックスシリーズからエスプレッソが出たらしいんですよ。ちょっと紹介していきますね。今回上田かなもののチャンネルでご紹介するのはこちら、マキタの 40V MAX 充電式レシプロソー JR002GRDX です。今回登場したレシプロソーですが、なんと世界最速です。ストローク数は毎分0から300回転と無断変速です。ダイヤルで調整できます。オービタルモードを搭載し、木材切断スピードが約 25% アップしました。このモードはブレードが植林運動を行います。簡単に切り替えができます。鉄鋼切断作業においても切断スピードは50% 向上し、現場の解体作業の作業効率をアップさせます。圧倒的低振動でスライダーと逆方向にカウンターウェイトが動き、振動を創設します。振動値が約半分に抑えられました。高耐久スライド構造への設計を見直して耐久性も向上しました。防塵防水保護特急は IP56 を搭載しています。粉塵や天候が気になる現場でも使いやすく安心です。ブレードは工具レスで簡単に交換できます。側面にレバーがあるので操作しやすく、先端が出ていなくてもブレードを交換することができます。このようにレバーを引き上げると簡単に外せます。取り付けもレバーを引いて差し込めば簡単に取り付けできます。工具レスで周位置もこのように調節できます。こちらは6段階でできます。ツールハンガー付きで引っ掛けることができ便利です。こちらの商品は修理バッグ対象商品です。マキタ 40VMAX 充電式レシプロソー JR002GRDX をご紹介しました。ぜひよろしくお願いいたします。商品が気になる方は概要欄のリンクから商品ページをご覧ください。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。上田かなもの